はい、皆さんこんにちは、ネスト福知山の外科です。今日の歴史の勉強は、開国後の政治と経済ということで、ペリーがやってきてから あっという間に日米修好通商条約、アメリカと貿易をするという条約までがぐぐっとね、結ばれていきました。でその影響を政治の面やら暮らしの面、ね、両方の面から見ていきたいと思います。皆さんがその時代に、一緒にその時代の人と一緒に暮らして、そして時代を生きているようなね、そういう共感が得られるような授業にしたいと思うので、いろんな人物を登場させて、いますけれども、教科書に名前の出てこない人物もいたりしますけど、そこは話は話として聞いといてもらって、そして、覚えるという作業の時には、教科書にも出てきていない人物は全然覚える必要もないしねっていう感じで、さらっと忘れてもらってもいいです、ね、はい、ということで始めていきましょう。よろしくお願いします。で、アメリカの軍艦が来るぞという、予告がオランダの方から来ていた。いよいよほんまに来たのが53年やった、ね。ちょっと待ってよ、1年待ってと言ってたらね、実は半年後ほどに年が明けたからもうええやろいて、ペリーが2度目の来航をした、ね、慌てて日米和親条約が結ばれた。和親条約だけでは物足りんということで、駐日大使ハリスがやってきて通商を求めてきた。でこういう流れの中で、アヘン戦争で敗れた中国の様子を知ってますからね、当時の幕府の政策決定の一番の責任者は大老の井伊直弼さん、彦根、滋賀県彦根の殿様だった人なんですね。で、時代の流れには逆らえるもんではないというね、対極的な判断をされたわけです。ただ朝廷の方、孝明天皇の方はそれを許そうとする雰囲気ではなかったので、井伊直弼は朝廷の許可をなしで調印してしまうんですね。ここの手続き手順を踏んでいればどうなっていたか分かりません。手順を踏もうとしたらそこでストップしてたかもしれませんしね、分かりません、ね、どうなったかというのは実際にはそうなってないので分かりませんけど、とにかくは直挙なしで調印をしたわけです。でそれってね、中国がイギリスにアヘン戦争で、やり込められて負けたのと同じように、日本もやり込められていく、そういう前兆なんちゃうか、そんなん嫌いでっていうことで、ね、ちょいと前の何十年か前までは外国船打ち払い令というあれがあって、で外国船を見かけたら大砲ぶっ放して追っ払いみたいなね、えらい乱暴なことでした。それが一気に開国会と、いやーその今は鎖国を続けた方がいいんじゃないのっていうような、そういう意見を持つ大名も、元大名、ね、水戸藩主徳川斉昭さんという人もいました。でそんな中で直挙なしでの調印が行われた。いや朝廷が軽く見られてる、それではいかんと、
朝廷天皇をもっと立て祭らにはいかんという尊王論というのが生まれてきましたし、そしてそれが攘夷論とくっついていきました。尊王攘夷運動ね、少し、過激でストレートに行動をするような、運動でもありますけど、長州の藩士、長州山口県の、藩士を中心として、尊王攘夷運動が起こっていきます、というのは吉田松陰が、萩、山口県萩で松下村塾という塾を開いて、そこで、尊王攘夷の思想というかね、そういう、塾生を育てていたということがありますね、ということで、58年は過ぎていきます。59年になりました。そうすると、夏を迎える頃に、将軍家定さんがお亡くなりになりました。35歳という若さでした、14代目を決めにはいかんということなんですけど、徳川斉昭さんの水戸、ねの関わりで斉昭さんの息子吉信さんというのがいました。21歳でした、一方、家定さんもそうですけど、紀州和歌山県の方の御三家の血筋なんですね。そちらの方には吉富さんという人がいました、12歳でした。いや当然しっかり見えるのはこっち側なんで、土佐藩とかね、薩摩藩とかね、長州藩とか、いった、有藩と言われる、実力を、持ってる藩の殿様たちはこちらの方がいいんじゃないかというのを指示してたんですけれども、井伊直弼は譜代大名でしてね、譜代大名の筆頭でして、譜代大名の、多くが支持をした、紀州和歌山の吉富さんを14代目にしたんです、そして幼い弱いというイメージがあるけど、吉富さん名前を改め家茂というんですけど、でもって幕府の力を蘇らせ、そして幕府の独裁体制を維持していくんだと、強くやっていくんだというふうに言うんです。でまあ言うのはいいけど、ほんまにそんなんできるんかいっていうようなことは横に置いといて言うわけです、でその言うた以上はっていうね示しをつけるべく、井伊直弼は反対派を処罰処刑していくんです。これが安政の大獄、安政の大獄って言います、ね、この開国派グループ、譜代大名、グループ、当時はね南紀派って言われてたんですけどね、南紀派って言われてた、方がねこんな字書くんですよ、いうグループが、こちら側を、やっつけていくんです。こっち側はね一橋派って言われてきました、徳川斉昭、それから慶喜なんかは、まあ、家の中でもうじっとしてなさいと、何もしたらあきませんよ、外出もしたらあきませんよというような処分を受けていますし、越前福井の藩士であった橋本左内なんかはさんは死刑です。松下村塾で塾生を育てた吉田松陰も死刑です。それから、ね、福知山に近いところで有名な人を1名付け加えておくと、梅田運賓っていう人がいます。梅田運賓、梅田
こんな字書いてね、梅田運賓さんという人が、いたんですけど、ね、この人は、牢獄の中で、牢屋の中で、亡くなっています。獄死、ね、しています。でも、故郷の立派な人だったということは、オバマの人は、ね、今でも誇りに思っておられますので、オバマ市内に行くとね、運賓小学校という名前の変わった小学校があります。まあ、それはちょっと横道逸れた話なんですけど、そんな安政の大獄をやられたわけです。やられたらもうムカつく以外何もないわけね。やり返すぞっちゅうわけです。で、今度は逆に水戸の老子らが井伊直弼を襲って、殺すんです。1860年場所は江戸城桜田門の外で起きました。3月3日、雪が降ってた3月なのにね、井伊直弼と一緒にいてた彦根の藩士なんかもね、どこかで、まあ寒いわーというぐらいの気を抜いてた状態の中で、水戸の老子ら、水戸の老子が17名と薩摩の老子が1名によって暗殺されたんだね。まあ、それは安政の大獄みたいなことをやられた側からしたら当然許せるわけはないので、こういう行動に出るんかもしれませんけど、しかし幕府最後の立て直しの、切り札のような人物がこうやって暗殺されてしまうと、じゃあどうすんのっていう話がまたリセットされて、元の木阿弥というか最初からになってしまうような状況なんですね。最初というか、最初よりももっと悪いね。だって、井伊直弼さんが家茂さん将軍を中心に幕府を強い幕府にするぞというふうに決定してたんですけど、そんなん言うてももう無理やんっていうことになってしまったんですからね、マイナスからの出発みたいな状態になりました。でそういう中で、新たな発想として、もう幕府の力言うたって大したことはないんやからね、朝廷、天皇さん、孝明天皇がいらっしゃるので、の力と徳川家、武士の力を合わせて、まあ、より強い、より良い政府を作っていくのが現実的じゃないかなというような、そういう考え方、公武合体と言いますけど、こういう考え方が生まれてくるようになりました、ね。政治の上ではこんな流れがあるんですけど、普通の人々の暮らしではどんな変化があったのかと言いますと、これもねまたねすごい影響があったんです5つの港が開かれました、函館、新潟、長崎、兵庫、これは神戸のことですけど、と横浜の5つが開かれましたけど、まあ主に、貨物船の出入りが、貿易船の出入りが多かったのは横浜でした。そして安政の5カ国条約ということで、最初に、通商条約を結んだのはアメリカとだったんですけど、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも同じような条約を結んでいました。ところがね、アメリカはあれやったんです。国内で南北戦争いうのが起こって、それどころがなくなったんで、日本の方には顔を出す暇がありません。それからロシアはね、南北戦争よりもちょいと前にクリミア戦争、ナイチンゲールさんが活躍したね、クリミア戦争で、イギリス、フランス相手にロシアはボコボコにやられてしまって、弱いということを痛感させられて、国内のちょっと立て直しをちょっとやらなあかんわというような状態にロシアの方はなってました。だから、そうですね、ラクスマンがとかレザノフがとか、ね、プチャーチンがとか、
いうふうな形でロシアの人が、ね、船に乗って日本やってきた、長崎やってきたとか根室やってきたというようなことがあったんですけど、実はこの時期ロシアの船はあんまり日本やってくる余裕なかったんです。まあそんなことでね、イギリスの船が主に出入りをしました、ね、日本からは生糸が輸出されて、イギリスの方から毛織物や綿織物とかね、武器とかが輸入されました。輸入した量の方が多いです、ね、ということは当然、代金としてお金を要求払っていかんなんちゅうわけですけど、この代金の支払いがね、金で行われたんですね。銀で払ってもいいけど、金で払われた、外国はね金を喜んで持って帰ったんで、金といえば当時は日本は小判ですからね、小判がどんどんじゃんじゃんと流出してしまういうことになったんです。そのからくりはどういうことなのか、金と銀の交換の割合が日本と、イギリスではちごたっていう、そのからくりは教科書に解説がちゃんとしてあるので、そこを理解してください、ね、小判がじゃんじゃん流出するいうことになったんです。やばいわと、ね、やばいわ思ったって現に出ていくんですからしゃあないというんで、幕府の方は昔に比べたらちっこい小判を、ね、作るしかないというような感じで、ちっちゃい小判を作るんですけど、昔の1両はこれやけどこれからの1両はこれやっていう感じでね作るんですけど、そんなんしたら政府への信頼、ね、小判への信用、そんなんが、下がる一方じゃない。ねえ。ねえ。米はのうなるわ、物価高になるわ、ねえ。なんか、どんだけ信用していいか分からへんような、ちっこい小判は出回るわ、とかね。そんなんでした。もうあっという間に幕府の財政は、ね、ピンチに追い込まれていきますし、幕府どころじゃないよ、一般庶民の暮らしなんてね、こうボクシングに例えたらボディーブローを、ね、いっぱいいっぱい受けてるどころやなしに、あっという間に、ね、ストレートパンチを真正面から食らうみたいな、そんな状態やったんですね。まあ、怒りをどこへ向けていったら分からんような、そんな偉いことになってしまっていました。経済は経済で踏んだり蹴ったりのね、大変な状況だったんですということです。だからもうやり場のない怒りはやっぱり過激な尊王攘夷運動と結びついたり、いやいや待て待てというような、落ち着いてっていうようなね、そういう後部合体運動の方に結びついていったりいろいろしたんです。そこら辺が複雑に絡まり合っていきますけど桜田門外の変の後じゃあどうなったのかという話をしていきますと結局はね、後部合体運動の方がまず進むんです、うん、基本的にはね、1862年孝明天皇の妹さんに和宮さんという人がいらっしゃいました。この和宮さんを14代将軍の家持さんの奥さんにしましょうということです。そういう話がまとまりました。ただし上位を条件にいうことなんですね。上位を条件に後部合体が形になったんですね。いやいや、そんなん幕府よりも上の存在である朝廷の天皇さんの妹さんが、将軍とはいえ幕府の人間、下の側に嫁さんに来るっていうか、そんなんあかんわってなことでね、当時の老中の安藤信正っていう人は殺されてはいませんけどね、切りつけられています。襲撃事件が起きていますけどねまあそんなことやったんです。尊王攘夷、過激な運動はね、こんなことがあったんですよ。桜田門外の変が起こった1860年、アメリカの方からやってきたハリスさんの付き人でね、通訳の仕事をしとったヒュースケンっていう人おったんですけど、暗殺されてしまいます。それからイギリス製品がやってきてもうひっくり返ってるんだね、庶民のあれはね。その怒りが
こんな形になりました。62年ですけどね、イギリス公使館の襲撃です、うん、イギリスが悪いんや、イギリスを潰せみたいなことになったんです、ね、イギリス公使館を襲ったのは高杉晋作とか伊藤博文っていうような人たちです。誰やそれっていうと、吉田松陰、死刑になったね、安政の大獄で死刑になった吉田松陰が松下村塾で育てた塾生です。高杉晋作とか久坂玄瑞とかが一番吉田松陰の育てた人物の中で優秀やと言われてた。でそういう人たちの中で一番放たれ小僧だったのが伊藤博文という人なんですね。後の日本の初代総理大臣ですけど、はこういう活動を行っています。まあもう怒りをエネルギーをどこへどうぶちまけたらいいんだわからんようなね、そういう状態ですね。薩摩藩でも長州って言ってましたけど、薩摩藩でも下級武士なんかの中には長州の人と相通ずる人もいました。京都の寺田屋っていう旅館に集まってね、殿様島津久光さんがお越しになられたら、京都でねお越しになられたら、自分らのお頭になってもらって、そして幕府を倒そういうようなそういう計画を、持ってました。殿様ご自身、薩摩藩の島津久光さんはそれはとんでもないことやということで、許されへんということで、同じ、薩摩藩の武士ではあるんですけど、やっつけておられます。やっつけています。寺田屋事件というのが起きたりしています。でその薩摩藩、夕藩の代表的な、ね、存在のね、薩摩藩の島津久光さんは、公武合体の中で、大きな役割を果たします。京都にまず出かけていって、で朝廷の、まあ、代表というかね、天皇さんの代理人ですね、勅使を、大原さんという人だったんですけど、を伴って、幕府の、ね、政治の改革を要求していきます。公武合体、幕府が昔ながらの強いだけの威張り散らした態度ではあかんやろと、ね、これからが良くなるためには幕府も変わるところは変わってくれるのは困るやんということなんで、ね、という意見を言うていったんです。夕飯だからできたんですね。でこれ文久の改革って言うんですけど、どんなことが行われたのかというと、まずはね、参勤交代を3年に一遍でいいわいうふうにしました。あとね、人事の面ではね、もう家の中で何もせんとずっとおれって言われてたこの徳川斉昭さんやら吉野部さんですけど、いやいやもう、そういうのはもう解除しますということでね、許してもらっていますし、それだけじゃなくって吉野部さんについては、将軍さんが大騒がないので、そのバックアップするね、する将軍後見職に取り立てられています。それから会津藩主の松平、これで片森って言うんですけど、会津の殿様松平片森さんが京都守護職になりました。京都は当時ね、都で天皇さんが住んでましたから、日本の中心でしたけど、幕府の側からしたらその京都で尊王攘夷派、天皇さんを、立てまつって、そして、幕府を倒そうとかいうような、そういう過激な行動に出てくるやつが出てもらったら困るわけね。だから、会津藩主の松平片森は京都守護職っていうね、肩書きを与えられて、そして京都で尊王攘夷派や倒幕派が活動できないように
取り締まるという役割を仰せつかりました。取り締まると言ったってね、さっきから言ってるように尊王攘夷派はかなり過激なことをやるんですよ。それを取り締まるっていうのはどうするんか言ったら、それ以上に過激なことをやるわけね。ね、まあ居場所を、見つけてそこを襲撃してバッサリと切り捨てごめんという、こういうようなことしかないんですね。はい、そういう組織集団が作られました。新選組っていうのを皆さん聞いたことないですか。新選組が作られていきましたよというわけです。いよいよこういう人たちがこうなっていくのはこの 2,3 年後ぐらいからなんですけどね。その 2,3 年後にはさらに外国も関わって、もうぐっちゃぐちゃに本当に日本はなっていきます。その、スタートとして、こんな事件もありましたということで、事件を1個だけ紹介、しておきます。生麦事件です、ね。幕政の改革を要求して、まあ幕府の方からこういうね、まあ改革をするわというね話を引き出してもらった、島津久光さん、よし仕事ができたと、ほな薩摩へ帰ろうということで、帰られたんですね。で帰る途中に、帰り始めた時に、ちょうど今の横浜に生麦村っていう村があって、そこを殿様一行の列がこう通ってた時に、殿様の列の前を外国人、イギリス人がピャーっとこうね、横切ったっちゅうんですね。当時参勤交代の時は殿様の列が全部終わるまで、一般庶民はね、地べたに、正座してひれ伏してこうしてなあかんと、こういうもんやったんです、ね。ところがピャーっと横切ったんがおったと。なら不届き者っちゅうことでね、薩摩藩士がこの道を、ね、殿様が行こうとしてる前の道を横切ったイギリス人をバサバサってやっちまうんですね。ね、3人が、死傷するという事件が、これはイギリスごっつ怒らせるんですよ。なんでそんなことされなあかんねんっちゅうわけ。うん、まあこれもあるんですけど、これもあるだけに、これでなんでっていうの、イギリスがもう、イギリスが日本を攻めてくるんです、いうようなことで、アヘン戦争みたいになったらどうしよういうのがいよいよ近づいてくることになったんですね。はい、ここから後の話は次の時間に、お話をしたいと思います。今日の勉強のまとめとしてはね、開国派、だから鎖国派、尊王攘夷派と言ってもいいですと、公募合体派っていうね、そういう勢力がこうなってるということです。教科書でも理解するときにそのあたりを色分けしたりしながら、事件の名前、例えば桜田門外の変はどういう事件だったのかとか、安政の大獄はどういう事件だったのかっていうようなことを、そして井伊直弼はどっちの立場の人だったんだいうようなことを整理してもらうと、わっとこうね、理解ができていくと思います。はい、今日の話は以上で終わりです。ご苦労さんでした。ありがとうございました。